待ちますよ。なう。というわけで今日はまだ11時ぐらい、ちょっと時間が空いたんで帰ってきて、お昼ご飯の準備を先しとこうかなと思います。今日はあれ、カルビは食うけど今日はあれ、オリーブオイルちょっと多めでもいいかな。このぐらい、さらにレンタクにこう、はい、すげえか、すげえか、すげえか、さっきやすさっきや危ない、すげえか、すげえか、うわ、ここは広い物件。チキンスープの方はこんだけ煮込んでます。ですけどちょっと今日はこれ食べません。毎日火通してます。感じ、今日はどうしても味噌汁が飲みたいんで、味噌汁、これ白だしです。白だし、いりこだし、いりこだし、はい、このまま軽く沸騰するまで。豆腐入れました。さてこちらの方が一段落ついた、落ち着いたんで、ここにスープ入れます。鶏スープのスープ入れます。鶏は入れないかな、ほんまにな、飲もうかな、飲もんでいいかな。弱火で煮込みます。そして昼げの2人前の具と味噌をぶち込みます。ぶち込んだ、ぶち込んだぞ。味を見て味噌が足りなかったら追い味噌してください。いえい。さあ、あれから1時間煮込んじゃないですけどね、1時間後です。しょうが下ろします。カレーにします。実はここにもカレーのルーをぶっ込みます。春菊の茎の部分ですね。ゴールデンカレー、辛口。2つぐらいでいいかな。さあ、春菊ポン。薄まったんで春菊ポンで。まあ、あえて終わりです、この辺は。あえたら終わり。軽く火が通ればもう OK です。ご飯はドーン。カレーテンション上がるわ。冷凍ご飯ですけど絶対うまいわ。まずい理由がないわ。こんなもんでいいかな。そんな色いらないな。残ったやつは何かに使います。豆腐の味噌汁、いいね、いい感じ。というわけで今日はカル、中落ちカルビと春菊の色飛びそうなカレーと豆腐の味噌汁です。これで食べます。というわけで、かけもそなうなう。最近ずっと、まあ、ずっとというかもうなんか料理ナウナウみたいになってますけども、パテマソンナウナウでした。パテマス協会でした。ウィウィー。